メダカとビオトープ、どうもアキチャンネルのアキです。今回はメダカの痩せ細り病について少しお話をしていこうと思います。実際に私のところのメダカも痩せ細り病にかかってしまったことがあります。なぜ痩せ細り病にかかってしまうのか、はっきりした原因が未だに分かっていないようです。そこでどういった原因が理由で痩せ細り病になってしまうのか考えてみようと思います。まずストレスによるもの、ストレスといってもいろいろな原因があると思います。過密飼育によるもので、メダカ1匹あたり約 1.5 リットルの水が必要になります。小さな飼育ケースでたくさんのメダカを飼ってしまうと、ストレスを感じ病気にかかりやすくなります。また成長の遅れなども出てきます。そして過密飼育で餌やりをしてしまうと、中には餌を十分に食べられず痩せてしまうメダカも出てきてしまいます。かといって一度にたくさんの餌を与えてしまうと、水を汚し水質悪化につながり、これもまた病気につながってきます。で、餌を与えるときはですね、少量ずつ与え、食べきったらまた少量、食べきったらまた少量与えるやり方がいいかなと思います。なるべく食べ残しを減らすということですね。あとは定期的に1週間に1回から2回の水替え、3分の1から4分の1程度水替えをしてあげるといいかなと思います。あと以前にですね、シュリンプの動画でお話ししたことがあるんですが、メダカもですね、オスとメスの割合が崩れてしまうと、水槽内でのいざこざが増えてきます。オス同士のつつき合い、過剰にメスを追いかけ回してしまう、こういったことからストレスを感じ病気にかかってしまいます。また同じメダカが産卵を繰り返すことで体力を使い痩せ細ってしまうケースもあるかと思います。理想的なのはオス1匹に対してメス3匹が理想的かなと思います。他にも寄生虫や内臓疾患といった理由が挙げられるんですが、こういった難しいことを言っても、自分たちにね、今すぐできることから始めることが大事かなと思っています。なので今回ですね、お話ししたことはメダカ飼育やアクアリウムを始める際、基本的な、お世話になります。これをきちんとですね、押さえておけば、今回痩せ細り病というテーマでお話をしたんですが、いろいろな病気の予防につながります。なのでこういったことをね、やっぱり基本に戻るっていうことが一番大事かなとは思います。まとめになるんですが、過密飼育に気をつけ、餌やりは少量ずつ、定期的に水替えをするということになります。それでは本日はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。またよろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた。